音高ピッチとは音響学、音楽音声学における音の高さのこと。本校では音楽用語の音高ピッチを解説する。音声学のピッチは肯定アクセントを参照。音高は人の聴覚が感じる音の肯定を示す心理量である。人は音に対して肯定を感じる。これが音高ピッチである。 単位にはメルがしばしば用いられる。周波数 1kHz、音圧レベル 40dB の順音を人が聞いた際に、感じる音の高さが1000メルと定義される。メルは比率尺度であり、人の感じる音の高さが2倍になれば2000メル、半分になれば500メルと表される。音高は音波が持つ物理量である。基本に周波数と深い関係を持つ。基本的に、 周波数が高いほど音は高く聞こえる。しかし、基本周波数以外の様々な要素が実際の音高には関与している。例えば音高は音の長さにも左右される。たとえ一周期が含まれていたとしても数ミリ秒の短い音声からは明確なピッチが知覚できない。また音高と同時に人は音に対して循環性を感じる。これは トーンクロマあるいはトーンクラスと呼ばれる。音のちょうど価値差は約5000音である。しかし、この値は音域によって異なり、音を同時に鳴らした場合にはより精密となる。人が感じる音高は、音の大きさや音域そして音色に影響されると言われる。周波数成分が複数ある音から、人間がどのようにして音高を捉えているのかは、はっきりとは分かっていない。 人間におけるその他の刺激と同様に音向の知覚についてもベーバー・フェヒナーの法則によって説明することができる。過帳域の下限に近い音は高め、上限に近い音は低めに聞こえる。一般に大きい音ほど高めに聞こえ、低音域では音の振幅が大きくなるほど音向は低く知覚される。また、倍音の多い音ほど高めに聞こえる。 他の人間の感覚と同様に、聴覚にも錯覚が存在し、それにより、音高の相対的な知覚が惑わされる場合がある。これには、三千音パラドックスなどいくつかの例があるが、最も特筆すべきなのは、無限音階である。これは、連続の、あるいは、不連続の特別な音のスケールが、無限に上昇、または加工し続けるように知覚される現象である。 中央の一点オ音の上の一点位音は1939年にロンドンで行われた国際会議で 440Hz とされた。しかしベルリンフィルハーモニー還元楽団やウィーンフィルハーモニー還元楽団では A イコール44から 445Hz が基準とされている。日本では戦後の1948年に9年遅れで A イコール 440Hz を導入したが、以前は1859年のパリでの会議、1885年のウィーンでの会議で定められた A イコール 435Hz を標準としていた。現在の日本ではオーケストラや演奏会用のピアノは A イコール442から 443Hz となる場合が多い。 上述のように人は音に対して循環性を感じ、この心理的特性は、トーンクロマあるいはトーンクラスと呼ばれる。トーンクロマは、音波の物理的性質である、超波構造と深い関係を持つ。例えば 100Hz の音と 200Hz の音は、異なる音高を持ちつ,つつ、同じトーンクラスに属する音として知覚される。人の過聴周波数は20から2 0ヘルツである。一方、 トーンクロマは30から 4000Hz という限られた範囲でのみ成立する。音楽的にもこの範囲に音域を限定した楽器が多い。トーンクロマの実在は絶対音感に関する実験から実証されている。被験者へ音を提示し、そのオクターブとトーンクラスを回答させる。トーンクラスが実在しない場合は一次元のピッチのみで判定が行われるため、後藤は書く。 トーンクラスに散在するはずである。しかし、いわゆる絶対音冠を持つ被験者では、五等のほとんどが1オクターブ上か下の同じトーンクラスに集まることが知られている。これは、オクターブ単位で繰り返す感覚、すなわちトーンクラスが存在することを示唆する。ありがとうございます。